さんこんにちは。日本キャッチの食事会にようこそおめでとうございました。で、私はちょっと風邪をひいてしまって、夜しい声で申し訳ありません。今日はカレーを準備してさせていただいておりますので、お楽しみになさってください。今日はまた男性合唱をですね、ちょっとお楽しみいただきたいと思っておりますので、20分弱なんですけれども、どうぞ5回目ですかね、今までもお聞きになったこといらっしゃる方多くいらっしゃると思いますけれども、今日もまた福岡の西南学院のですね、卒業生の皆さんが20名ほどですね、私も実はその一人なんですけど、ちょっと声が出なくてですね、残念ながら一通りだけで、お手伝いさせていただきます。一言、食前のお祈りをいたします。愛する神様、感謝します。少し、涼しくなりましてありがとうございます。私たちの健康を越して守ってくださり、今日はまた食事会に導いてくださって感謝します。今日歌ってくださる西南学院出身の方々に神様の特別な祝福がありますように、気持ちよく歌って、私たちも喜んでお聞きすることができますように、またこの食事会のために献金したり働いたりしてくださった方々に神様の祝福がありますように、心から感謝し、イエス様の皆によってお願いします。アーメン。じゃあグリークラブの皆様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。私どもは、福岡県にございます西南学院大学という学校ございます。そこの男性合唱団、グリークラブというんですが、西南学院グリークラブ東京 OB 会の有志のメンバーでございます。今日はもう食事会に、お招きいただきまして、5曲ほど歌を、披露させていただきたいと思います。ご清聴ください。一番最初に今ご披露させていただいた歌は「アン・セイナン」と申しまして、西南学院の、カレッジソングでございます。とともに私どもグリークラブのクラブソングでもございます。必ず演奏会の一番最初に歌う歌でございます。2曲目は、皆様ご存知の「ふるさと」を歌う「うさぎおいし」の方でございますけれども、歌わさせていただきます。知っていらっしゃる方も多いと思いますので、
一緒に歌っていただけますれば幸いです。じゃあ皆さんお願いします。ありがとうございます。引き続きまして、宮城県民謡でございます。お祝いの時に歌います斎太郎節、もしよければ手拍子をしていただければ幸いです。
最多のお持ちでございました、続きまして今度は九州、我々の出身であります福岡県の柳川というところがございます、柳川の郷土の歌を歌わせていただきたいと思います。柳川最後になります、同じ柳川の中から梅雨の晴れ間という歌を歌わせていただきます。これで、最後の歌でございます。じゃあ梅雨の晴れ間します。でも軽く狐の尾を踏みゆかん。
ちょっとご案内ですね。今日お渡しした